Shadowing is a language learning technique where you repeat an audio just after you hear it. This shadowing technique can help you improve your listening and native-like speaking skills. There are four steps to make this shadowing technique most effective for language learning. In number one, blind shadowing, listen and simply repeat the audio straight away like a shadow. In number two, shadowing with Japanese, you can shadow the phrases while checking the Japanese sentence visually. In number 3, shadowing with English meaning. You can check the meaning of each phrase while shadowing. In number 4, shadowing without Japanese. Please shadow only with the visual help of English meaning. Let's get started! Hajimemashou! ka? 日本人は日常会話で時々血液型の話をします。あなたの血液型は何ですか日本人は日常会話で時々血液型の話をします。あなたの血液型は何ですか日本人は日常会話で時々 血液型の話をします。あなたの血液型は何ですか日本人は日常会話で時々血液型の話をします。Have you ever heard the blood type personality theory?It is quite common as a daily conversation topic in Japan. It is believed that a person's blood type is a predictive of a person's personality. Japanese people use the theory for fun, whereas Westerners tend to do the same for zodiac signs. Let's find it out. 血液型が A 型の人は、貴重面で真面目です。分別があって控えめです。我慢強く 完璧主義です。血液型が A 型の人は、貴重面で真面目です。分別があって控えめです。我慢強く完璧主義です。血液型が A 型の人は、貴重面で真面目です。分別があって控えめです。 我慢強く完璧主義です。血液型が A 型の人は、貴重面で真面目です。分別があって控えめです。我慢強く完璧主義です。血液型が B 型の人は、自由奔放で野心家です。気まぐれで マイペースです。好奇心が強いです。血液型が B 型の人は、自由奔放で野心家です。気まぐれでマイペースです。好奇心が強いです。血液型が B 型の人は、自由奔放で野心家です。 気まぐれでマイペースです。好奇心が強いです。血液型が B 型の人は、自由奔放で受診家です。気まぐれでマイペースです。好奇心が強いです。血液型が AB 型の人は、 クールで理性的です。チャレンジ精神があります。才能豊かです。血液型が AB 型の人はクールで理性的です。チャレンジ精神があります。才能豊かです。血液型が AB 型の人は クールで理性的です。チャレンジ精神があります。才能豊かです。血液型が AB 型の人はクールで理性的です。チャレンジ精神があります。才能豊かです。血液型が O 型の人はオーらかで自信化です。 ロマンチストです。友達を大切にします。血液型が大型の人は、大らかで自信化です。ロマンチストです。友達を大切にします。血液型が大型の人は、大らかで自信化です。ロマンチストです。 友達を大切にします。血液型が O 型の人は、おおらかで自信家です。ロマンチストです。友達を大切にします。日本人は約40%が A 型です。O 型は約30%です。 B 型は約20%です。AB 型は約10%です。あなたの国はどうですか日本人は約40%が A 型です。O 型は約30%です。B 型は約20%です。 AB 型は約10%です。あなたの国はどうですか日本人は約40%が A 型です。O 型は約30%です。B 型は約20%です。AB 型は約10%です。 あなたの国はどうですか日本人は約40%が A 型です。O 型は約30%です。B 型は約20%です。AB 型は約10%です。あなたの国はどうですか マルコちゃんの血液型は A 型です。マルコちゃんは控えめですね。サザエさんの血液型は B 型です。サザエさんはマイペースですね。のび太くんの血液型は O 型です。のび太くんはオおらかですね。エジソンの血液型は AB 型です。エジソンは才能豊かですね。マルコちゃんの血液型は A 型です。マルコちゃんは控えめですね。サザエさんの血液型は B 型です。サザエさんはマイペースですね。のび太くんの血液型は O 型です。 のび太くんはおおらかですね。エジソンの血液型は AB 型です。エジソンは才能豊かですね。マルコちゃんの血液型は A 型です。マルコちゃんは控えめですね。サザエさんの血液型は B 型です。サザエさんは マイペースですね。のび太くんの血液型は O 型です。のび太くんはおおらかですね。エジソンの血液型は AB 型です。エジソンは才能豊かですね。まるこちゃんの血液型は A 型です。まるこちゃんは控えめですね。 サザエさんの血液型は B 型です。サザエさんはマイペースですね。のび太くんの血液型は O 型です。のび太くんはおおらかですね。エジソンの血液型は AB 型です。エジソンは才能豊かですね。 The following contents are based on internet information. Please be aware that some of the information might not be authentic. 有名人で血液型が A 型の人は、ヒトラー、サダム・フセイン、スピルバーグ、ジョージ・ハリソン、ブリトニー・スピアーズ、レディー・ガガなどです。 有名人で血液型が A 型の人は、ヒトラー、サダム・フセイン、スピルバーグ、ジョージ・ハリソン、ブリトニー・スピアーズ、レディー・ガガなどです。有名人で血液型が A 型の人は、ヒトラー、サダム・フセイン、スピルバーグ、 ジョージ・ハリソン、ブリトニー・スピアーズ、レディー・ガガなどです。有名人で血液型が A 型の人は、ヒトラー、サダム・フセイン、スピルバーグ、ジョージ・ハリソン、ブリトニー・スピアーズ、レディー・ガガなどです。有名人で 血液型が B 型の人は、マハトマ・ガンディ、ダライ・ラマ14世、マイケル・ジャクソン、コール・マッカートニー、セリーヌ・リオン、レオナルド・デカプリオなどです。有名人で血液型が B 型の人は、マハトマ・ガンディ、ダライ・ラマ14世、 マイケル・ジャクソン、コール・マッカートニー、セリーヌ・リオン、レオナルド・デカプリオなどです。有名人で血液型が B 型の人は、マハトマ・ガンディ、ダライ・ラマ14世、マイケル・ジャクソン、コール・マッカートニー、セリーヌ・リオン、 レオナルド・デカプリオなどです。有名人で血液型が B 型の人は、マハトマ・ガンディ、ダラ,ライ・ラマ14世、マイケル・ジャクソン、コール・マッカートニー、セリーヌ・リオン、レオナルド・デカプリオなどです。有名人で 血液型が大型の人は、ムッソリーニ、アインシュタイン、チャップリン、ピカソ、ジョン・レノン、テイラー・スウィフトなどです。有名人で血液型が大型の人は、ムッソリーニ、アインシュタイン、チャップリン、ピカソ、ジョン・レノン、 テイラー・スウィフトなどです。有名人で血液型が大型の人は、ムッソリーニ、アインシュタイン、チャップリン、ピカソ、ジョン・レノン、テイラー・スウィフトなどです。有名人で血液型が大型の人は、ムッソリーニ、アインシュタイン、 チャップリン、ピカソ、ジョン・レノン、テイラー・スウィフトなどです。ビヨンセ、マドンナ、エリザベス女王、ジョルジオ・アルマーニ、ビル・ゲイツ、スティーブ・ジョブズ、マーク・ザッカーバーグの血液型は何型だと思いますかビヨンセ、 マドンナ、エリザベス女王、ジョルジオ・アルマーニ、ビル・ゲイツ、スティーブ・ジョブズ、マーク・ザッカーバーグの血液型は何型だと思いますかビヨンセ、マドンナ、エリザベス女王、ジョルジオ・アルマーニ、ビル・ゲイツ、スティーブ・ジョブズ、 マーク・ザッカーバーグの血液型は何型だと思いますかビヨンセ、マドンナ、エリザベス女王、ジョルジオ・アルマーニ、ビル・ゲイツ、スティーブ・ジョブズ、マーク・ザッカーバーグの血液型は何型だと思いますかみんな O 型です。 面白いですね。みんな大型です。面白いですね。みんな大型です。面白いですね。みんな大型,、ね、型です。面白いですね。有名人で血液型が AB 型の人は、ジャッキー・チェン。 マリリン・モンロー、トマス・エジソン、オノ・ヨーコ、バラク・オバマ、イーロン・マスクなどです。有名人で血液型が AB 型の人は、ジャッキー・チェン、マリリン・モンロー、トマス・エジソン、オノ・ヨーコ、バラク・オバマ、イーロン・マスクなどです。 有名人で血液型が AB 型の人は、ジャッキー・チェーン、マリリン・モンロー、トマス・エジソン、小野洋子、バラク・オバマ、イーロン・マスクなどです。有名人で血液型が AB 型の人は、ジャッキー・チェーン、マリリン・モンロー、トマス・エジソン、 小野洋子、バラク・オバマ、イーロン・マスクなどです。アメリカのインディアンは O 型が多いです。アフリカ系のアメリカ人は A 型が多いです。インド人は B 型が多いです。興味深いですね。アメリカのインディアンは 大型が多いです。アフリカ系のアメリカ人は A 型が多いです。インド人は B 型が多いです。興味深いですね。アメリカのインディアンは大型が多いです。アフリカ系のアメリカ人は A 型が多いです。インド人は B 型が多いです。興味深いですね。アメリカのインディアンは O 型が多いです。アフリカ系のアメリカ人は A 型が多いです。インド人は B 型が多いです。興味深いですね。またねー